皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。いや、なんとかヘッドショットさん生きてましたよ。前回の状態でセーブ、ロードを同じく部隊地にリセットをした後にですね、速攻で、治療したらですね、なんとか生き返りました。で、何をしたかっていうと、ここから逃げたわけですけれども、奴隷市場行ってね、まずこの人トラさんね、トラさんをね仲間に入れました。まだ防具は揃ってないですけれども、それでとりあえずね、強いのができたんですけれども、ちょっとね、すぐ戻ろうとするとね、見ての通りこんな感じでやばいことになってるわけですよ。シェコーゴ来るし、ホーリーネーション来るし、ホワイトメカシ、メカクシクランっていうのも来るし、で、忍者ビジットというのも来てるんでね、ピクシングも残ってましたしね、戻ったら。なので、まずは、これ。こことね。レッドサーベルね。ちょっとドンを仲間に入れて、ちょっと戦力を強化してからまた前戻ろうじゃないかと。いうところで、まずはあん中からおびき寄せなきゃいけない。誰が行くか。いやー、この人に頼らざるを得ないよね。さあ行くぞ。どれぐらい数いるかだな。結構詰まってるんじゃないかなと思うんだよね。お、スキンスパイダーいる。これ、どうでしょう。ちょっと中の様子見ましょうか。はい。結構いらっしゃいますね。数が多いです。下忍レベルが結構多いからね。中忍になると56、器用さ113とかおかしいだろう、まったく。よし。あれ、来ねえか。よし。お、飛んできたわ、危ね。遊牧民のスキンスパイダーか。おびき寄せるところで何人か。ちょっとずつね。なんだよ、来ねえのか。こういう時はね、遠距離部隊、ちょっと結構、こう弾なくなっちゃってるね。おう、打ち来いよ。あんた、厳しいね。なかなか来ないじゃない。うい、よし。7000の物持ってるはいいけどさ、ちょっとこいつ危ねえかな。ほら、持ってっちゃうぞ。ほら、ちょっと待って、なんでいるの君たち、なんでいるの。ダメだな。ただあの中でぶっ放すのはちょっとよろしくないよね。どうしたもんかな。ちょっと遠距離部隊来て、あれだね、撃っちまいましょう。さーて、順々におびき寄せないとね。リーダーどれだ。正直リーダーさえやっちまえばもうどれか見分けつかないっていうね。うらうらうら。おい、こっち来いよ。よし。この調子で削っていっちゃうぞ。よしよしよし。来たか。ちょっとずつ来たか。よしよしよし。あ、痛い。やばいかも。よし。みんな来い。ちょっとずつ行くぞ。おっと、担いでんじゃない、なんか。はい。よし。さーて。ね、大丈夫かな？動き始めたか。ち
ょっとずつ削っていくぞ。いけ、すいけ。で、めちゃめちゃいいじゃない君たち。なんていう、もう7000で売れるじゃない。これ常人か、常人だな。常人みんないいの持ってんじゃない。いけ、我々には地道に戦っていくしかないからね。はい、あれベルトラさん武器持ってないね。ちょっと待てよ。ペルトラさんには違うんだよ。この武器じゃないんだよ。あれ、シェル持ってるかな。これ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 、これをね、ペルトラさんに渡したい。さあ倒せ。はい、こんなもんかな。多いね。ワンパンでやっていく。よしよしよし、ちょっとずつ削っていこう。みんなレッドサーベルもいる。めんどくせえな。ちょっと一旦こっちに避難だ。じっくり行くぞ。油断しない我々は。油断したら得られるからな。さて、おお、いいもん持ってる。地味にシャツも欲しいかな。みんなも着てるね。よしよし、スキンスパイダーに食べてもらって、あ、ちょっとシャツもらおうか。はい、バンテージあげるよ。おお、やってくれるじゃないの。いけ、うちまい。よし、いけ。よし、おお、もう死にかけじゃあとはもういただくだけだな。よこしな、トラさん、これ着とこうか。よし、さあこの状態でまだまだ敵は来るんじゃないかい。来てるね。また盗賊行くか。やめろ。よし、下人か。そこ行っちゃう。中突っ込むのは良くないね。まずは外回りからしっかりと固めていこう。固めていこう。マジでこうしないと勝てないからね。あん中入った日にはもうね、終わりよ多分。おお、入ったわ。そんなが入った日な、やばいって。ヘッドショットさん。よし。こいつはもう終わりだ。さあ行け。近しいとこにいるのはいいんだけどね。よし。こいつはもう足が使えねえな。よし。さて、いや、脱走盗賊でまた挨拶行ってこよう。じっくり行かないとね。うら、よっしゃ、なぜか攻撃されないぜ。行け行け。よし、うら、
よし。うら。チャンスだな、こりゃ。うら。削るうちに一気に削っちまえ。ほいけ。ほいけ。もうやっちまえ。みんなやっちまえ。え、待って、みんなどこ行ってんの？行く場所違うよ、君たち。行け。すべてをこいしろ。あ、こいつら動かねえぞ。チャンスだ。一気に畳み込め。こりゃ来たな。よし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 。やっちまえ。さあ。問題は、もう誰が誰だか分かんなくなっちゃったってことだよね。どこにショーキングビーいるのって、おい、タワー、シェード。ちょっと強めだね。先輩どうした？よし。さあ行け。こいつ仲間にいるぞ。よっしゃー。ゲッチュ。まあ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 、そういうの持つの危ないからね。ちょっと一通りの装備持てないじゃん。よし。はい。よし。重要人物 OK だな。よし、これで戦力増強だ。また。みんなさ、どこ行ってんのこれ。おっと、ここら辺倒しとかないとね、危ねえわ。し、残りのやつら全部やっちまっていいからな。トービーちょっと寝かしとくか。よし。うん、めっちゃ離れすぎだね、君たち。ちょっと怖えな。レッドサビラ元から敵対的だから、ちょっと集まれ。ほんとすぐね。とりあえず目的は達したんだから、こっち来よう。おっと、危ねえの来てるぞ。気をつけろ。すぐ倒せ。よし。よしよしよし。よしよしよし。ちょっと一旦こっち来い。なんかバーンさんやられてない？そっか。よしよしよし。オッケー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 。おいいよいいよいいよ。よし、もらえるもんもらっちまえ。おお、誰だ？そんな。おお、危ねえ。こっち来い。一旦回復が必要なやつは回復するんだ。さあ、集めようか。集めようかっつってもね、いっぱいいっぱいなんだよな、今。見ての通り。どうすっかな、これ。ね、ダメか。誰に持たせよう、キャットさん。あ、キャットさん、カバン持ってるわ。じゃあね、ジョンさん。あれ？あ、ピープが持った。いや、ヨーヒアン持てんな。よし。回収祭りだ。回収祭りなんだけど、いや、足やられてんのか。なんかいるのか。多分邪魔だな。
ヨウヒアムの代わりにモテる人いないんだよね。ちょっとバックビーストに預けるか。預けられるも。取り引き範囲外って。ほい。何が邪魔。よし。とりあえずこんな感じか。これで刀系は結構。トゲあんじゃん。トラさんにあげないと。じゃあ、これいらね。よし。じゃあね、ポトリエさん、回収してこ。おーっと、ほら、起き始めちゃうから、ほら。みんな急いで。よしよしよし。もう誰だか知らないが。おいおいおい。ガンガン回収していこう。今後の我々の活動資金となる。よし。もうちょっと君たちね、中に入ってようか。よし、みんな中入れるかな。中入ったら、とりあえずね、扉閉めちゃおう。致命傷だね。で、ワンコロたちが外行っちゃうか。まあその間に、ジョリーは正直ね、奴隷市場に行っといてもらいたいね。で、その間に我々の方は回収するとりあえず。大丈夫か？ちょっとそろそろ性能いいのにしとくか。おとりへ。ヨウヒアム。あれ？あれ今どこ行った？あれ？誰か別の人が持ってる？やべ、ジョンさんが持ってる。頼むぜ。よし。で、とりあえず倒れちゃったんならしょうがない。とりあえず寝れる人いろいろ寝てもらって、大丈夫かな？ちょっと邪魔だね、これがね。チャウさんも減ってんね。よし、ここら辺大丈夫そう。ウィンは、減ってんね。寝とこうか。まあ、この辺の近くは別に戦っててもいいでしょう。よし。で、ひたすらポートリエに回収してもらうと。で、そうすれば、とりあえず今後の活動費としては、どっか売りに行けばいいからね。で、都市連合とは仲良くなっておきたいんだけどな、一旦。きついかな。買い物ができないのが非常に痛いんだよね。
一旦都市連合とぶつかって奴らを治療してうまい具合にいけないですかね。258か。1600、結構いい値段で売れるんだよね。まあ全員武術になっちゃうからね、気をつけないといけないんだけどね。よし、取引。さて大丈夫かな。よいしょ、預けよう。気がないだと。よし、もうちょっといけそうだな。これで臨時の出費が出ても大丈夫になるね。さあ戻ってきました。さあちょうだいちょうだい。違うよ、こっちだ。よし、いいね。起き上がろうとした敵をすかさずサクッとね、行っていただいていいんじゃないでしょうか。だいぶ奪ったかな。これぐらいあれば OK かな。ジョリーさんどうなった？ジョリーさんまだだね。一応セーブしときましょう。誰だ、向こうの奥まで行ってんの。全く気をつけてほしいもんだ。すぐ戦闘状態になれるようにね、しといてもらって。あとはどれかな。中人。あ、ここら辺見てなかったね。なんかあるかな。空。空か。これは？空か。ここは？空、空、空、空。空だな、全部。ここら辺は。全部空だね。なんだ、仕切っちゃってるじゃないの。手足しかないわ。アーマースタンドもカラカラカラ。あれ、鍵付きのもんも何もないっけ？ないか。なんだよ。ちょっとはいいもん置いといてくれよ。と、ジョリーさんが入ったかどっか。よし。重い重い。いや、もう十分じゃねえ。こんだけありゃ十分でしょう。よし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 。あとは、そうだね。とりあえず寝とく？ああ、でもすぐ立てらんねえか。ちょっと回復させて、移動しようか。問題は誰が持ってるかってとこだよね。おいでおいでおいで。すぐそう危ないことやるんだから。さあ急いで。はい。ポトリエが全部持ってんね。よし。こうすると後やること1個よ。おいで。こうやって集めたら。
まあ、とりあえず寝てきましょうやといったとこですよ。もう回復して回復。これのちょろっとダメージを負ってる人たちもね、回復しておきましょうよと。あれ、飢餓状態ってそんな食料ない？あれ、こっちが持ってんのか？こっちがだいぶ持ってんな。ちょっと待て。ご飯やばいね。いやー、ちょっと待てよ。よし。はい、ねえか。セリ。ちょっとこれぐらいいただいていいですか？やばいね、食事が。とりあえず回復できる人は回復してもらって。あ、ヨギアもいるね。で、奴隷市場着いたでしょ？よし。じゃあ変えましょう。どこ走ってんの君たち。そんな空走っちゃっていいの？よし。奴隷ショーいる？あれいなくね？あれ、親玉いないとさ、話進まないんだよな。店長いないね、店長。店長いないと困っちゃうな。大店長いる？あれ、店長いないじゃない。どういんだ。まさかのそんなことある。これ困ったな。ちょっと困っちゃうぞ、それいないの。大問題よ。回復は大丈夫かな？ある程度は回復は大丈夫そうなんだけどな。店主いないと仲間いられないね。どういった？あ、いた。いましたね。ここ入れられっかな。さて、どうでしょう。シドニー。ファンカンペン。よし。どうだ。嘘でしょ。動かないじゃん。動かないか。ちょっとどうしようかね。それ困っちゃうな。てことは多分ね、話しかけても売れないんじゃないかな。400キャットかって。あ、売れるね。売っちまうか。はい。よし。これで動くでしょう。よし、始まった。どうだ。よし、とりあえず奴隷になりましたね。店長よろしいか。いくらだ。1万。まあ、はい。I will be loyal to you。よし、仲間になったね。
と、まあ、ここはこんな感じでいいとして、問題は次回どうするかだな。ある程度回復もしたいでしょう。レッドサーベル行きたいとこだけど、ちょっとね、飯がまずいね。どうすっかな。ご飯か。買いに行くとしたら、安くらっち遠いしな。やはりね、拠点でどうにかしてね、アップルとかね、あそこら辺をどうにかしたいよね。次回、戻るか。ちょっとね、次回は、とりあえず、また拠点に戻ります。いや、戻れねえか。なんかいっぱいいるな。カタンってどこの勢力だっけ？カタンも怪しげな街。あんましね、期待できなかったと思うんだよね、ここら辺ね。反奴隷主義のところもあるけど、買い物できるかっていうと怪しいよね。奴隷市場も買い尽くしちゃったしね。ちょっと次回はどうするか考えておきたいと思います。現状、食料が、これしかないわけでしょ？これ。この分と、ポートリエに持たした分だけと。なんとかね、どっかに買い出しに行きたい。買い出しに行く先は様々ですね。ハイブの村で食料ってあんま使えないかな。モングレル。ハイブの村ぐらーってこう回るのもいいかもしんないね。回りながらモングレルの方を向かったりとかして、ちょっと食料をかき集めないとやばいかもしんない。まあそんな感じで、次回は、プレイヤーの拠点に戻れたらいいけど、ちょっとこの状況を見るとね、非常にまずいかもしんない。まあそこら辺は様子を見ながら、やっていけたらなと、思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。